しました。本日のスペシャルゲスト、モノマネ王コロッケさん登場です。それではどうぞ。ドギャルソンなハンタです。どうも熊本出身のコロッケでございます。それではお届けしたいと思います。モノマネをちょっとやらさせていただきますんでね、後で熊本と一緒にやりますからね、ちょっと待っててね。本物の郷さんより体重が30キロ多いです。お届けしましょう。2億4千万の瞳、よかったら一緒に盛り上げてください。見つめ合う視線のレーザービームで夜空に描く色とりどりの恋もよくね、その星の片隅に奥の瞳が素敵な。ありがとうございます。エキゾチックせーの、くまモン。もう一回くまモン。ありがとうございます。それではもう終わりです。これ郷ひろみさんにズレてるよって言われました。さあそれでは続いて、あ、いきますか。じゃあいろんな方のモノマネをここからメドレーでお届けしたいと思いますんでね。世代的に分かる方と分からない方も出てくるかと思いますが、懐かしいところから沢田研二さん、勝手にしやがれ。あ、終わっちゃった。さあ続いて和田アキ子さん、古い日記。もし見かけたら絶対近づかないでください。芸能界みんなそうしてます。懐かしい世良政則さん。本当にありがとう、愛の趣味を。やんないです。本当まさひこマッチ。うわっ、うわっ、ウベイビースニーカーブルース、ウベイビー、俺たちはまたジャニーズが大変です。どうもじゃダーズシュー、早くやめてよかった。井上陽水です。ねえ、写真ですか？それではビジュアル系から川村隆一さん、不安の方にこれはしこたま怒られたことがあります。
ごいよね。さあ、それでは続きまして森山良子さん、ナナ・ソウソウ。ですか、誕生日がね、え、 いいですね、この知ってる方と知らない方の差がね。知ってる人ってうんうんってね、知らない人は頭の中でそんなこっちね。もうで私が3月13なんですよ。え、だからくまモンが12で私が13ね。ああ、よかったですよね。誕生日おめでとうございます。東京に行っても熊本弁で喋ってます。ありがとうございます。熊本出身の人で、はい、熊本弁ですぐ喋りかけてくれた人は、はい、八代亜紀さんと島津亜矢さんと水前寺清子さんだけです。スクリプトはね、普通に返してる。元気しとって、元気しとったねって言われても、うんうん、あ、はい、とっても元気です。ね、あれ逆にびっくりするでしょうけどね。いや、逆にびっくりするでしょう。熊本に、ね、急に喋ったこと対応できないの。私熊本出身でね。ねえ、そうがねえ、ねえ、とつけみにゃ話してとつけみにゃ、とつけみにゃって今若い子使うの。わー、どうなんでしょうね。意味わかんないね。わかんない、ね、わかんない。とつけみにゃってわかる。あの、怖がってます。怖がってます。顔でかいけど遠くにいるから。ありがとうございます。いや、でもすごい。コロッケさん、でもこうやって花畑広場でこうイベントなんていうのはどうなんですか。あ、なかなかないですよ。ですよね。もうくまモンが、もう私は多分あの熊本一番親友だと思ってますから。あ、はい、もう一番近い存在ということで、はい、ですか。もうですから、はい、まあ、じゃあ行く行くって言って、もう今日も、いや、ありがとうございます。他の仕事は全部ちゃんと断って。ありがとうございます。これが終わったらすぐトンボ帰りで、はい、東京帰って仕事します。早いですね。断ってない、断ってない。きちんと入れてるんですね。はい、いや、そらね、ねえ、動き出したんで、いろいろとね。いやいや、ほんとほんと。でもおかげさまで、私ですね、はい、今年で、芸能生活44年目迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということは、すごいんですよ、はいはい、国の方から賞を2ついただきました。続けて2ついただいたんです。なかなか2つもらえないじゃないですか。なんで、いただいた賞が、はい、花粉症と蓄膿症。みんな持ってますよ。みんな優勝ですよ。そしたらみんなもらってる。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 だいたいこの時期みんなもらってる。そうですよね。でも、まあ、そんな言ってたら来年はまあその45周年なんで。そうですね。またなんかこう熊本でちょっと地元でみたいな。やります。あとは来月はあのカントリーパークで食フェスを、エンタメと、そういう食フェスで、うん、であのゲストであの宮迫をちょっと、トドロさんやりますから。ギュンやりますから。本当ですか。私 DJ コロッケ今やりだしたんで、ちょっとそっちの方で。じゃあ宮迫さんとのこのコラボもあるし、あと7日の日だけ小林幸子さんも。おお、すごい。じゃあまたあね、熊本のために、はい、ですからあの今度食フェスの方は ステージが2つあって、1つはダンスチームの人たちに出てもらって熊本の、ね、はいはいはい、でもう1つは熊本のアーティストの人に出てもらって、じゃあもうここから先またこういろんなところで熊本を広めていこうと思っております。いや、ぜひよろしくお願いします。いや、でもそれで言うとやっぱり三河健一さん、やっぱこういうね熊本の広いところでやるっていうのはやっぱり嬉しいんじゃないですか。ありがとう。三河です。ペロンペロン。いやいや、ペロン。川村隆一さんと同じじゃないですか。川村さんもペロンペロン。川村隆一さんも三河さんも、はい、ペロンペロンってしたい顔してる。いやいや、その顔のイメージでしょ。完全に隆一さん、さっき
そういう人ですってさっき言ってましたからね。ですからあのお年寄りの方たちは、はい、マイクを舐める人なんだな。いやいや、おかしいおかしいです。だから若い方がね、野口五郎さんのことを鼻くそおじさんだと思ってる。全然違いますよ。もうそういうね、そういう悪い教育をするから武田鉄矢さん、やっぱりね、教育ってしっかりしなきゃダメなんですよ。当たり前じゃないですね。それはちゃんとやらなきゃいけない、ね、そうなんです。くれーなつまない。いえ、あれ、はい、さっきからずっとネガティブなんですね、ずっと。ない、あれ違うんですよ、あの早く終わらせるにはネガティブな歌してないと。そっちじゃないと終われない。いや、なるほど、なるほど。いやでもね、楽ですよ。でもコロッケさん、でもそう言っても今言っても年代的に高い人ばっかのモノマネだったんで、ちょっとやっぱ若い方の、若い人、若い方ので言うと、やっぱりね、去年も騒がせまでいろいろ平野翔さん、やっぱりそこら辺っていうのはやっぱどうなんですか。うん、ちょっと顔は見ない方がいいかもしれない。ごめんね、顔は無理です。あのもうね、この年瞬間に引いてるのが分かります。そうですね。だって翔くんの真似ってほとんどやんないですから、ね、いや、びっくりしました。ちょっと初音だけですよ、ね、うん、これ翔くんからも公認もらってますから。え、もらってますか。もらってます、もらってます。あら、当たり前じゃないですか。あ、そうなんですね。もらってないの長渕さんだけですから。いや、怖い怖い、怖くてもらえない。怖いですよ。いやいや、翔くんはちゃんと目の前でやってもちゃんと OK だったんですね。え、あの翔くんの真似してもいいですか。あ、大丈夫ですよと。好きな食べ物は揚げおかき、あ、違う、濡れおかきだ。変わってるじゃないですか。間違えちゃった。全然違うし。いや、でもね、やっぱ、でもあのあれですよ、うん、私は、はい、そういう今の人もやりますから、ね、うん、あ、ちょっと待ちきれなかった、クマも。あ、ごめんごめん、びっくりした。長いわ。尺ね、尺ね、あ、ごめんなさい。ごめんごめん。この尺ね、尺で言うともう使い切ってるみたいなんですよ。あ、本当だ。もうマジでもう巻きが来てて。じゃあやるやるやる。はい。これで、クマも巻き巻き。いや、ただね、はい、クマモンも今回やっぱコロッケさんと一緒にステージ登るっていうので、うん、かなり練習をしてきたと。お、で、今日はコロッケさんと一緒にちょっとやりたいものがあるらしくて。はい。あの、クマモンさっき言ってたあれよね、あの、ロボットね。あ、本当？そう、マジで、まあ、そう、すごい。あの、一応ビデオは渡しましたよ。ああ、渡した、ビデオ渡した。あ、だから真剣にちょっと練習したみたいで。マジで今日、クマモンが真剣にやることあるの？なかなかないです。だから、コロッケさんだからやったんですよ。そう、だから今日はちょっと、あの、いつきロボを一緒に、一緒だよね、一緒に。いや、どうですか、皆さん、イエーイ、練習の成果を。いや、これすごいね。そう、ちょっとこれ、はい、できます、いいですか。あ、全然大丈夫ですよ。いつきロボちょっと、じゃあ、クマもどこから入る。なんかじゃあね、じゃあね、どこから行く。こっち側にいる。俺、こっち側にいた方がいいかな。そうね。で、クマも、あ、じゃあ、そっちで、ね、じゃあ、うん、ちょっとお任せしてもよろしいですか。はい、じゃあ、コロッケさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつきロボットひろし、ちぎり。すごいすごい。いや、普通なかなかこれ覚えられないから、うん、いや、今度からムーンウォークだったらこれ、あ、もう世界に行ってるけど世界でやれるね。うん、なんかあとね、さっきコンビニに挟んだんだけど、コロッケさん、うん、
まだちょっと今日練習してるもんがありまして。なになに。岩崎宏美さん。岩崎宏美さん。岩崎宏美さんと今アバンギャルディはもうアバンギャルディが世界に、ね、いやいやもう今ね流行ってますよシティポップが、うん、でちょっとやりたいっていうのをちょっと岩崎宏美さんやあるえ音あるの ありますマジで あるそうですえ何バージョン早送りバージョンだあのかなり練習してきたそうなちょっといいですか4倍速だよいいですか4倍速で早送りバージョンドキドキしてるじゃあコロッカーお願いします俺もやった方がいいっすよねもう絶対お願いしますお願いしますわかりましたじゃあ、岩崎宏美さんシンデレラハネムーン4倍速お届けしましょうどうですか？いや全然もうね横で見てて、はいはい、半分しか見えなかったけど、はい、いやでもね早いいやもうあのコロキさんが何倍速でもいけれるように最大8倍速まではなんとかやれるようにはだってねこれ、はい、合わせてもこれのところとか、はい、あと最後のツタツタタッタッとあそこもねあれなかなか覚えられないからないですかイエーイありがとうございますイエーイマジですげえありがとうございますいやいやこれ嬉しいないやよかったね熊本ね来年はじゃあ野口五郎さんの早送りなのかなできますかいやもう全部いけるでしょもういけるよそれだけもうやっぱ熊本もコロッケさんと一緒にまあやりたいっていうことだったんでいやいやこれ嬉しいわちょっとじゃあ来年は別の早送りでね別の早送りでお願いしたいと思いますが、ね、BTS でもいいじゃないですかねあー BTS ねドラマイトとかねあ BTS うん、今日 BTS はご在宅でございますかねあ僕はあ BTS の誰かですあ誰って言うと怒られるでしょあだからあ BTS の誰かですよいや誰ですかいやサムゲタンサムゲタンですもう知ってるいやダイナマイトですよサムゲタンじゃないサムゲタンじゃないですかこれあの韓国の方が多いところでやりましたシーンとしてよかったですねホームで良かったと思います。良かった熊本だからだ。ありがとうございます。だ BTS って言わないですからね皆さんはね。あそうですよね。BTS いや BTS どうですかあのうん分かる方あ分かる方分かってあもらえればあ BTS 皆さん大丈夫 BT 大丈夫ですか BTS ですかあためですよいやためですよダメですためってダメですあためダメ言えないダメですダメですよいやダメです同級生みたいな感じになっちゃうから、ね、さあ、ね、ダメだって言ったらくまモンにダメだってあのくまモンが今日はやっぱりねくまモンのステージですから誕生祭ですからただやっぱり今日はくまモンやっぱり最後はなんかこう一緒にステージ盛り上げたいということなんですよねおじゃあせっかくなんでちょっとくまモンを支えてるお姉さん方、はいはい、ちょっと登場していただきましょうかね熊本隊の頑張っていただいてねお姉さんたちもねそうですよあのせっかくですからねもうせっかくですからもうやっぱコロクさん、はい、今日はお祝いですからやっぱもうみんな上がってもらった方がいいですよねいろいろと ねじゃあどうぞ皆さんお上がりそこまでダメお客さんあげるなら収集つかなくなるでしょですよじゃあとそこの席に他の人が座ったらダメだもんねですよねですからあのちょっとおもうとりあえず出れる人ほら出れる人じゃあ音声さんとかもどうぞ、ねうん、なんかね音響さんとかもあとねみんなに出てねそうですね、そうですよみんなで盛り上がっていきましょうかねじゃあもうせっかくなんで、はい、みんなで歌える歌がそうですねあのくまモンプロデュースで私が歌っております、はい、あの皆さんご存知のね「虹」という曲ありがとうございます、はい、してる、うん、あれをね歌いますからね、でよかったら皆さんも一緒になって、ね、お姉さん方どうも、ね、はいどうぞどうぞ、ね、ありがとうございます、ね、いやいやどうぞよかったら出てくださいねはいねあよかったらこうやってねちゃんとお姉さん方出てもらえるとねはい、あれあの、ね、お姉さん方もコロッケさんとこうやって一緒にステージに立つっていうのはないでしょう、はい、あの誕生祭とかでは、はい、前もね来ていただいた時にはいはいはいステージが向こう側にあった時、はい、そうです前回の時です2017年ですねはいはい懐かしいですねそれ以来ですよねはいあ、はい、で今回が
まあ、こうやってまたくまモンね、はい、誕生祭にコロッケさんが駆けつけてくれたということでございまして、はい、嬉しいですね、本当に一緒に。よろしいですかね、せっかくですから ね、意外と上に誰も上がってこなかったです。そうですね、あのあれほど打ち合わせの時はみんな上がるって言ってたんですけど、結構消極的ですね。どうしました、よかったなんならもう前の方でございますか。さすがにそこは大丈夫ですか。これ以上時間伸ばさないでください。そうですね、飛行機の時間があるんで。ありがとうございます。そうだった、帰ってすぐお仕事でした。そうそうそう、上がり方、あの本当に出ちゃった。せっかくなんで大丈夫です。めちゃくちゃスタッフ。本当に出る、あの人たち本当に出たがりなんですよ。実はびっくりしましたよ。実は出たがりなんです。あんな普段着で来ると思わない。むしろあの仕事着の方です。ありがとうございます。じゃあコロッケさんお願いしてもよろしいですか。じゃあお姉さんも一緒によろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。一緒にあの知ってる方は口にさせてくださいね。はい、ね、じゃあお届けしましょう。虹。子供たち一緒に歌ってね。歌詞はね、あそこに出るから。出る出る。庭のシャベルが一日濡れて雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して見上げていれば、ものが一日濡れて風に吹かれてくしゃみを一つ、かわいい雲が流れて光が差して見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、ありがとうございます。熊本地震も、ね、少しずつ落ち着いてきた形になりまして、過ごしやすい、ね、形になってきて、もうすぐ県知事選挙が始まりますね。みんなが、ね、いい熊本を作りましょう。あの子の遠足一日伸びて涙乾いてくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、きっと明日は晴れでしょう。本当にありがとうございます。これからもね、くまモンがどんどんと素敵なことをたくさんやってくれます。私もそれが後押しできるように頑張りたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、明日はいい。いや、欲しいですか。えおかわり、おかわりが欲しいですか。おかわり、おかわり。大丈夫です。
帰らなきゃいけないんで。そうなんですよね。いやでもコロッケさん、はい、いかがだったですか。今日はあの熊本アジュさん久しぶりの登場だったですか。そうですね、はい、まあでも本当に熊本のためにこんなこと大河頑張ってですね、あの皆さんにね喜んでいただけるような熊本はまた全国に広めて、また世界に広めて、そして熊本と一緒に熊本が手伝ってくれたらもう何でもできますからね。うっしゅうっしゅ、はい、熊本俺の顔乗っけて、せーのこれレアですよ。これはレアですね。今あの撮影タイムですね。手乗りコロッケすごい。いやナイスですよね。はい、写真タイム。一、はいはい、せーの、はい、いやこれは素晴らしい。広報の方撮りましたか。広報の方撮りました。広報の方撮りましたか。終わりますよ、せーの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。瞬間で戻りますからね。ねえ、いや楽しいです。でも熊も本当におめでとうございます。ありがとうございます、ね、じゃあ最後に、はい、ハッピーバースデーを誰かと歌おうか。おいいですか。誰がいいかな。誰がいい、誰がいい、誰がいい、誰がリクエスト、誰のバージョンがいいですか。誰がいいですか。ちょっと私行きましょうか。誰だろう、誰だろう。子供が手挙げたよ。逆にちょっと緊張感が走りますね。誰がいい。郷ひろみさん。郷ひろみさん。郷ひろみさん。玉置浩二さんですね。いや、郷さんさっきやったんですけど。いや、あの、ちょっと待ってくださいね。玉置浩二さんって知ってる。知らないよね。知ってるそうです。知ってる。バイキンマンは？知らない。バイキンマンは？うんうんうん。バイキンマンは？20。20でもいい。20です。できるわけないでしょ。今ちょっとやろうとしたけど。わかりました。じゃあ、まあちょっと全体的に分かるようにちょっと、はい、玉木さんって今盛り上がったんで、はい、じゃあ玉木さんでハッピーバースデー。ありがとうございます。ハッピーバースデー to you. Happy birthday to you. No, 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 no. Happy birthday, dear Kumamon. No, no, no. おめでとう。Happy birthday to you. Yeah! おめでとう。おめでとうございます。そしてが94キロで、太ったの。頑張って。最近太ったのね。今顔が42キロです。じゃあ今度痩せた時のコロッケさんもお楽しみということで、コロッケさんでございました。ありがとうございました。コロッケさんお誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでね、もう皆さん覚えましたね。コロッケさんの誕生日がもう熊本とすぐ隣同士ということで、はい、ですから、来年以降は多分熊本誕生祭とコロッケ誕生祭が一緒になると思いますので、そうですね、そうですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、お願いしたいと思います。もう本当にありがとうございました。いや楽しかった。ありがとうございました。熊本もありがとうございました。熊本と熊本会のお姉さんたちの大きな拍手を。さあ続いてでございますが、はい、2時半からこの後2時半からね、またステージイベントを行われますんで、はい、ぜひ皆さんお時間までね、このブースの中ね、いろいろ会場、おいしいものもたくさんございますんで、あとは出店ブース、そして今日はゆるキャラのね、またブースもございますんで、お楽しみいただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。また後ほどよろしくどうぞ。はい、2時半。